こちらは熱音響機関というものの研究を行っております。熱音響機関は熱を音に変える新しいデバイスです。工場や車などでは熱エネルギーの 70% ぐらいが無駄に捨てられています。その熱エネルギーを高効率で回収することができれば大きな経済効果を生み出します。熱音響機関はその捨てている熱を高効率で回収して物を冷やしたり温めたり発電することができる新しいデバイスです。具体的には、物を温めると膨張します。それをうまく行うことでこちらで音波を作り出します。音波を作り出しましてその音波がこちらを回って大きな音となります。それがこのパイプを伝わってこちらに伝わります。熱から音を作れるということは音から熱を作ることができます。今こちらがマイナス30度ぐらいまで冷えています。熱から音を出してその音エネルギーを使ってこちらをマイナス30度ぐらいまで冷却することができます。もっと冷えます。マイナス100度ぐらいまで冷やすことは可能です。さらに温度を上げることもできます。こちらを100度の熱源ぐらいから200度、300度まで熱を上げることもできます。さらに発電機をつければ熱から発電することもできます。そのエネルギー変換効率は理論上 30% を超えます。稼働部品がなく永久に壊れることのない高効率な熱回生デバイスとして熱音響機関の研究を行っています。